井口昇と申します。映画監督をしています。ホラーだったりアクションだったりスプラッターが出てくるようなちょっと変わったジャンルムービーを、得意としております。東京都の東久留米っていうところで生まれたんですけど、そこから30分ぐらい電車で行った場所が豊島園っていうところで、この遊園地のお化け屋敷を毎回入っては怖がるっていう日々を子供の時は毎年こう繰り返した。暗闇の中にチープな恐怖の世界があるっていうのが大好きで、作り物めいた感じの生首とか妖怪とかそういうものが機械仕掛けで出てくるってことになんかすごくワクワクした、それが自分の原体験としてはあります。やっぱり今映画を作る時も一緒で、まあ、最新の CG とかを使うよりも個人的には特殊造形とかを使ったアナログ的な懐かしさのある怖さであったり恐怖シーンを演出するのがやっぱり楽しいなっていうふうに思っております。池袋という場所も僕の実家からすごく近くて、大抵遊ぶ時っていうと池袋だったんですね。子供の時に怖い映画を親と一緒に連れてってもらって、ものすごい怖い体験をしたんですね。でその体験が忘れられなくて、やっぱり映画館ってすごい面白い場所だなと思ったんですね。中学ぐらいになってからもう一人で映画館通うようになって、当時池袋で名画をいっぱい上映してた文芸座って映画館があったんです。今はちょっと改装されてしまったんですけど、昔は品があるんですけど古びた映画館で、そこに毎日用もないのに通ってましたね。映画のパンフレットを物色してずっとめくって見ては買っていく日々が、それだけで、まあ、幸せだったっていうか、当時友達もいなかったので映画が友達でしたね、言ってみれば。だから映画館の闇の中が僕はユートピアだなってすごく思ってたので、自分の映画を作る時も僕は映画というユートピアを作るんだっていう意識は結構ありますね。5年ぐらい前になると思うんですけど、文芸座が改装されて僕の作品をオールナイト上映していただいたことがあって、その時は本当に嬉しかったですね。何かの達成感っていうか、自分の夢が叶った瞬間だなって今でも思いますね。復讐って言ったって死なしたり殺したりするのはダメだからね。当たり前や、
懲らしめ反省させるのが目的や。それも殺された順に復讐していきたいの。幽霊の世界も縦社会なんでな。商業作品を何年かこうやってて、出演してる役者さんとかがなかなかのイベントとかに出てもらえないことが多くて、映画のイベントとかに来てもらえる女優さんを作ることできないのかなって思った時期があったんですね。あとやっぱり日本は映画に出たいのに出れない女優さんっていっぱいいるので、なんかこう光を当ててあげたいなっていうふうに思って、4年前ぐらいに素人の方をオーディションしてタレントを作るっていうイベントをやったんですよ。そこで選ばれた女の子たち5人で作ったのが、僕がプロデュースしているアイドルのノーメイクスというグループです。キネマ純情という作品とゴーストスクワットっていう2本の映画に主演してもらいました。あなたたちが成仏しきるまで私が厳しく指導してあげますからね。返事は？はい。そこの人間は？はい。で、先日定期ライブっていうイベントをやりました。キットキャットさんっていうアイドルさんもゲストに来てくれて、やっぱりこう若いパワーをもらえるっていうか、いろいろ何かと刺激になりますね。映画監督になれるとは自分はなかなか思ってなくて、映画はでも作ってみたいなってずっと漠然と思ってたので、8ミリカメラで中学生時代からは自主映画を作りたいなと思って、お金貯めて高校生の時に作り出しました。最初は自主映画を高校卒業して結構本格的にやってたんですけど、そしたら自主映画の先輩から、AV の世界で人が足りないからスタッフやんないかっていうふうに言われて、で僕はしばらくそのアダルトビデオのスタッフをやってたんですね。やっていくうちに、お前監督やるかっていうふうに言われて、で最初は本当に自信がなかったんですけど、だんだん評判が良くなって、でどんどん仕事が来るようになったんですね。それはそれで毎日男女の絡みばっかり撮ってて、でそれですごくうんざりしちゃったんですよね。 AV で働いた貯金で自主映画を作った。でそれを繰り返していくうちに、今度はテレビの仕事をやんないかって話が来て、でそれはたまたまホラーものだったんですけど、それをこなしていったら今度はホラーの映画をやんないかっていう話になって、気がついたら映画監督になったっていう感じですね。スプラッターアクションものをいっぱい撮るようになって、そういうお仕事が来たり、海外の映画祭に行くようになったっていう感じです。言ってみればリアルすぎるもの、やっぱり現実的な恐怖であったり残虐性っていうものが結構苦手なんですよ。自分が撮る時のホラー作品っていうのはどっかでちょっとユーモラスだったり愛着のあるそういうものを作ってみたいなっていうのはずっと思ってます。フェチっぽいものが好きで、ちょっと下ネタに近いんですけど、良識のある大人の人が見たら怒るようなギャグが好きですね。最近よく思うのは、特に日本の商業作品は格差がすごいことになってるなっていうふうに思います。予算がある程度出てる作品は、大概そのシリーズものであったり、漫画の原作ものだったりとかするんですけど、そうでないオリジナル作品は
多分10年前の10分の1ぐらいの予算になっちゃってるんじゃないかなって思います。まあ、1000万いかないぐらいの、まあ、予算を、まあ、5日ないし7日ぐらいで撮ってくださいっていう企画がだんだん増えてきてるなっていうふうに思っていて、その予算がない中でどうやってアイデアを出して面白くしてくるかっていうのが、いや、すごく難しいテーマだなっていうふうに思ってます。特に日本の商業映画って、まあ、自由なようでいて実は自由でないところがやっぱりあって、感情的な表現だったり危険なネタとかですね、今回ゴーストスクワットっていう映画をやっぱり作りたいなと思ったのは、日本の現実でものすごい凶悪な犯罪が起こっていて、それで罪もない女の人がいっぱい殺されている事件が多発してるんですね。でそれに対してこういうことは良くないんじゃないかっていうことを映画で訴えなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。やっぱりそういう商業作品をやっぱり10年以上やってきて、メッセージ性のあることを今やるべきじゃないかなっていうふうに思いまして、そうなると自分でお金を集めて、今回はクラウドファンディングで支援をしてもらったんですけど、そうやって自分が本当に世の中に訴えていきたいテーマをやっぱり言っていく作品も同時に作んなくちゃいけないなっていうふうに思ってます。あとはちゃんと普通の青春ものもやってみたいですし、残酷極まりないロマンティックなホラーみたいな、そういうものもやってみたい。いっぱいこう欲張りな気持ちがたくさんあります。